高身長イケメン、シンプルにも可愛い子と付き合えないことにしてほしい。どうっす。最近ね、高身長イケメンの偏見願望がねなくて寂しいです。たくさん募集してます、お願いします。ということで今回ですね、こちらです。こちらです。ユニクロ爆買い先生です。はい、爆買いしてきました。なんと、その数ですね、驚きます。3点です。普通 YouTuber ってね、爆買いってなったらね、もう10点買って20点買ってくる当たり前ですが、3点です。はい、緊縮財政でございます。はい、やっていきましょう。もう3点ね、間違いないやつを買ってきたんで、ぜひねお買い物の参考にしていただければ幸いです。で、このワムチャンネルはですね、164センチ低身長の私ワムがですね、低身長でも最短で、でお値段を抑えてかっこよくなる方法を発信していますので、よかったらですね、チャンネル登録と通知のベルマークをお願いします。で、スリッパがダサいです。今すぐ靴に履き替えます。では本編どうぞ。まず1点目のアイテム紹介していきます。それがカモン、こちらでございます。綺麗やな、見てください。この透け感、ドレープ感、すごい上質な生地を使われているのが一目でわかるでしょう。値札ね、後で取ります。はい、こちらプレミアムリネンシャツでございます。今回31のベージュを買ってきました。で、このシャツですね、リネンシャツって書いている通り 100% 麻で作られております。これすごいよ。チューンっていうブランドでね、低身長に向けたブランドで服作りしてるんでわかるんですけど、麻めっちゃ高いね、原材料。え、こんなすんのみたいな。原価だけで4000円しませんみたいな。もうマジであんねん。マジ。原価だけで4000円とかザラにあんねん。秋冬でしようと思ってたジャケットセットアップ、高いやつやと、原価だけでマジ1万いっちゃうみたいな。えぐいのがあるんよ。ほんまな。それぐらい朝ってね、バチボコに高騰してる生地ではあるんですが、その朝をね 100% パーフェクトボディして、なんとね、このお値段ですね、見てください。こちら3990円ですね。めちゃくちゃ安い。5000円払うとね、多分1010円返ってきます。それぐらいめちゃくちゃ安いですよ。サイズがね、今回 L サイズ買ってきました。で、生地の特徴で言うと 100% 朝のね、透け感のあるね、少し薄手な生地を使われておりますね。軽いんで夏場でもね、全然タンクトップの上に羽織れちゃうような仕上がりでございます。まあ今更ですけども、明後日吸水速乾性に優れているんで、夏でもですね、快適に過ごせるんですよ。なんで、まあ、春買えば春夏とね、長い間着ていただけるアイテムでございます。朝の素材はですね、このファッションのトレンドでもですね、着ている素材ですので、とりあえずこれ着とけばぽくなるんじゃないかと思って買ってきました。ただね、まあ、問題点はね、サイズがちっちゃいんで、まあ、L で着るしかないぐらいね、サイズがちっちゃいんで、一旦ね L で買ってきました。ただ着丈が心配です。生地感はですね、リネンのね、質感がバチボコになるね、めっちゃいい生地。おーわー、いいねこの生地。うー、ただね、リネンはシワになりやすいんで、そこだけね注意してください。スチームアイロンでね、パッと当てれば伸びるんで大丈夫ですけども、スチームアイロンさえもうめんどくさい、何もアイロンしたくないって方にはおすすめできないですね。じゃあこのアイテム着ていきましょう。関係ないけどさ、昨日渋谷行ったらさ、音大生の頂点さんおったわ。え、知ってる？音大生の頂点一つ、音大生の頂点一つ、って言うだけの人やねんけど、おったこの前。いや、話しかけようと思ったけど勇気出んかったな。今度は話しかけます。はい、ってことでね、まず L サイズを全部ボタン開けて普通に着てみました。今のね、正直な感想を言うと、ここの袖が細いで、身幅はね、前回のモデルよりかはだんだん太くなってきてますが、まだまだ細い。ただ L で着るならばギリありって感じです。で、着丈が気持ち短くなっているのが若干着やすくなっていますが、着丈もね長いです。これね、ごまかす方法をね伝授します。袖口が細い問題ですが、細いとね、今風のトレンド感は出ないんですよね。細いやん。これをごまかすには巻くね。はい、袖口巻きました。さっきもね、袖が細くてキモくてダサいなっていう印象はね減ったと思います。で、着丈長い問題ですが、前を締めちゃうと結構身幅が狭くなっちゃって、着丈長い子とかね強調されやすいんで、前をね開けていただいた方が着丈はね、ここまでこう気にならないです。基本的にはこう袖をまくってこうやってね、前開けで着ていただくのが、着丈長いユニクロのシャツをね、かっこよく着るための一つのコツでございます。で、
ボタン閉めるなら一番下開けて、で下から3番目閉めて、上は第2まで開けて、下を1つね開けると、ここにね足の効果が生まれます。でこのね T シャツをタックインしてあげると、さらにね足の効果が生まれます。はい、こうしてあげるとですね、ここほらちらっと見える隙間が、腰がもっと高い位置に見えるのよ。なんでここからが足っていうことに認識されるから、1つボタンをね開けてあげると足長効果が生まれて、着丈長いシャツもね着やすくなります。ただね、まあ、さっき着てたシューのシャツはね、もともと足がね長く見えるようね、着丈をね短めに作ってるんで、僕はシューの方がねもちろん好きでございますが、お値段から見たらね、ユニクロはコスパエグい、やっぱね大手大手って感じですねめっちゃコスパエグい。リネン100のこの質感で4000円はマジバグってるよ。で昔よりね身幅も広くなって着やすくなってるし、やっぱねリネンみたいなこう軽いシャツはボタンはねこうざっくり第1第2人によっちゃ第3までねがっつりこう開けてもらう方が、僕はね個人的にはよりこう軽くなってかっこいいと思います。でコーデに関してはこういうね淡いデニムと合わせるときは、インナーはねこう暗めのグレーのアイテムがおすすめです。でねもう一個でこちらですね、シウンのブルーデニムと合わせてみました。こっちもですね、ブリーチデニム淡くて難しいなと思ってる方にはこちらのコーデもおすすめです。でもう一個ね濃いデニムとも合わせてみました。それがこちらですね、まあ、濃いデニムもあるよな。濃いデニムの時はこう意外とタンクトップで合わせてもね爽やかコーデになってね、夏もいけるんじゃないかと思います。これ用せいですっごいな、リネン100で。もう身幅もっと広くして、もっとこのオーバーサイズで作って着丈だけね詰めてもらったら、バッチクソいいシャツできんちゃう。ユニクロ老若男女着れるように作られてるからさ、身幅狭いのもしゃあないけど、ほんまねめちゃくちゃ惜しいですが、コスパはバチボコにいいシャツでした。エビなこれ。はい、じゃあ次のアイテム紹介していきます。次はこちらでございます。はい、こちらですね、ユニクロ U から発売されているライトウェイトスウェットシャツでございます。こちらもねいいんですよ。で今回ですね、カラーが09ブラックのサイズ L を買ってきました。でお値段がね2990円でございます。で、まあ、ユニクロのスウェットって一つね、まあ、大問題がちょっとあったんですけども、それはですね、ここに三角の襟を補強するデザインが入っていたんですが、それがねなくなりました。なんでよりこうカットソーっぽくね、誰でもこう着やすいかっこいいね雰囲気になっております。でもう一個の問題を言うと、なんかユニクロのスウェットって生地はいいんですけども、身幅がね狭かったと。なんでこうトレンドっぽく着ることが難しかったですけども、これはね身幅広くなったんでトレンドっぽく着れます。で3つ目いい点言うとですね、今回生地が薄いんでドリープ感があるんですよ。スウェットって低身長もちろん似合うんですが、重たくなってこう着られてる感が出るって方もね多いと思うんですが、これはこうドリープ感のアイテムなんで着られてる感が少ないんです。 T シャツ、ロンTとスウェットの間っていうね、一番かゆいところに手が届いているアイテムでございます。で裏地もね着物じゃなくて裏毛なのでですね、生地もちゃんとねコストかかってます。まあ、裏着の方が高いんで、これがね3000円以下で買えるっていうのはマジですごい。じゃこれ早速着ていこう。はい、 L サイズ着てみました。皆さん重たいでしょ。164で L 大きいんじゃないかとね思ったからもう知れませんが、 L がねこう大きく今見えてますか。ちょうどよくない。今のトレンドで言うとちょうどいいと僕はね思ってるんです。それはね、なぜこの L がちょうどよく見えるか、ポイントはね何個あるんですが、2個だけ言うと、まず着丈がそもそも短めに作られているんで、僕が L を着ようが、はい、お尻見えるぐらいの着丈感でございます。お尻の上の3割ぐらい隠れてますって感じっすね。なんでちょうどいいっす。でね、もう一個理由があって、生地が軽いんでドレープ感があるんでね、そんだけ大きくても着られている感が減るんですよ。なんでこうドレープ感のある生地っていうのはね、意外と大きめで着た方がかっこいい、まあ、そういうこともねあるんですよね。でまずはこちらですね、クソ万能でおなじみのコモイブリーチデニムとですね、クラークスワラビー合わせてみました。正直何でも合うよ、この黒のスウェットやし、何でも合うけどね、まあ、一旦春らしくね淡いブレッジデニムと合わせてみました。これもね十分かっこいいですが、黒なんでね、オリーブのシューのね軍パンの S サイズともこんな感じで合わせてみました。でこのね軍パンに関してはですね、前回ね250枚かな用意していたんですが、 S サイズ、まあ、開始3分ぐらいでね速乾しました。本当にねご購入いただいた皆様ありがとうございました。まあ、シューンではねこれからも低身長が着れる最高の、ね、アイテムを準備していきますので、これからもお願いします。でプラスで言うとですね、最後こちら3点目で紹介するユニクロのねある軍パンと合わせコーデです。これがね今日したくてこの動画作りました。かっこよくね、早速3点目の紹介いきましょう。3点目のアイテムはこちらだ。このアイテムですね、ユニクロのこんな軍パンあったっけって思った方も多いかもしれません。何を隠そう、こちらですね、レディースのアイテムでございまして、イージーカーゴパンツというね謎のアイテムでございます。サイズがね XL を買ってきました。太めでね履きたいんで XL でございます。レディース
のねアイテムなので XL でも全然履けちゃいます。このパンツのいいところを話していくと、軍パンやのに生地がね薄いんですよ。生地がこのほら見て薄い、シャツ生地のような質感ですよ。でカラーがねブラックでこうツヤ感があってかっこいいんですよ。シャツのような高級生地の面でこのね軍パンを作るとねめっちゃかっこいいんで、素材に関しては綿75ナイロン25なので、ナイロンのねスポーティーな印象も出せるんですよ。なんて今流行りのスポーティーとミリタリー両方合わせてねすごいトレンディーなパンツなんですよ。で生地もめっちゃいいんですよ。でブラックなんで何でも合うんですよ。でこれがねサンキュッキュで買えちゃうんです。これめっちゃいいでこれマジで。これコスパぶっ壊れると思う。前回ユニクロで発売されたパラシュートパンツ超えてきてます。それぐらいこの薄手のドレープ感のある生地でブラックの軍パン作るっていうのが、ちょっと前の小森っぽいっていうか、小森もっといい生地使ってるんだけど、小森が好きな人にも刺さりそうな雰囲気があるんですよ。これめっちゃいい。早速履いていきましょう。What's going on? はい、着てみました。いかがでしょうか。これすごない？めっちゃかっこよくない？このシャカシャカした生地感で軽くて、太さも XL なんであって、レディースやからシルエットも綺麗。これマジでドメブラっぽいよな。でまあそのねリブも絞られてるんで、今風なねスポーティーなシルエットも楽しめます。ただまあ足がね短く見えるんで、そういう方はですね黒い靴と黒いソックスと合わせてもらったらごまかせます。正直うわーこれかっこいいわ。まず1点目でこうライトウェイトスウェットでね全身ユニクロでね合わせてみました。もうこれ間違いないな。でプラスで言うとですね、この上にねシャツも羽織ってみたらこんな感じです。ブラックのシャツなんで全身ブラックでね、まあ、軍物同士だけども両方とも生地がね切れ目な薄手のブロード生地を、綿のね生地を使っていますんで上品にね切れてるんですよ。このアイテムマジでいいで。これ多分売れんちゃう。僕紹介したらメンズ買うんちゃう。これ多分絶対現実さんも紹介するわ。ワンちゃんも紹介してる。めっちゃくちゃいい。これめっちゃいい。もう言うことないかこれ。めっちゃいいです。もうこのねポケットのサイズ、はいこちらですね。ここが開かなくなってるんでちょっと収納しにくいですが、その分ねペロンとしないんでね、そこもいいです。でこう開けるとね手1個分ですね。結構傷んでるこのトメイトもね全然入るんで、いつでもリコピン摂取できちゃうぜ軍パンです。今日のサムネイルこれ。はい、もうねしょうもない時間すみません。で今日はねユニクロで3っていうのね神アイテムを紹介していきましょう。全部ねジャンルは違うけどもうねめちゃくちゃおすすめできるアイテムですね。まず低身長におすすめなのがこのねスウェットとこのパンツでございます。シャツもねよかったらチェックしてみてください。ではご視聴いただきましたとしょ。このチャンネルですよね、低身長でも低コストで最短でかっこよくなって、日本中の低身長男性をねかっこよくすることを目的にチャンネルをね運営しております。僕もねまだまだかっこよくはないんで、これからですね一緒にかっこよくなっていければいいなと思っております。ではご視聴いただきましてありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。以上、アイベッテクス。さよなら、バイバイ。